アイテム番号 SCP-19JP。 オブジェクトクラスケテル、ニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-19JP はサイト8169にある大型動物収容棒で飼育されます。室内には隠しカメラが設置され、常に監視役が映像を監視し、現実改変能力の行使があった場合、直ちに報告がなされます。1日に2回、果実を中心とした類人猿用の餌を給仕してください。SCP-19JP のストレスを軽減するため、適切な遊具と植物を設置し、3日に1回房内を掃除してください。説明。SCP-JP は典型的な堕落した現実改変能力者です。彼は自分のことを救世主であると自称していますが、実際のところ彼は現実改変能力を悪用した数多の窃盗、暴行、殺人、強姦、削除済みを行っていたことが確認されています。そのことを指摘された場合 SCP-JP は激しい癇癪を起こします。SCP-JP は IQ300 を自称しますが、言動、行動から割り出された IQ は平均以下の数値を表しており、またその反社会性ゆえに、彼の精神活動は極めて貧困です。SCP-JP は教会で結婚式を行っていた財団職員を含む、人に対して、現実改変能力による以下のような行為を行ったことにより財団に捕獲されました。新生児を含む男女18人の殺害、財団職員2人を含む、7歳から32歳までの女性4人への強姦、現場に到着した警官人の殺害、財団の対現実改変能力部隊が到着した時点で、SCP-JP はこれらの行動の証拠隠滅を現実改変能力により行っていました。これ以前に彼が行った類似の犯罪は彼が自称する限り10件起こっています。この捕獲について、SCP-JP は、財団に協力してやるために捕まってやっている、と主張しており、またいくつかの SCP の脱走事案の際に能力を行使することで脱走の妨害などを行いましたが、その後に必ず財団に対して、自分のパワーで手伝いをしたのだから要求を聞け、と主張し、聞き入れられないと職員に対して攻撃を行う、ということを繰り返しています。対象、SCP-JP インタビュアー博士、録音開始。せっかく捕まってあげてるのに、退屈で仕方ないよ。ねえ博士、ちょっとさ、財団の特殊部隊で僕を使ってみてよ。こんにちは SCP-JP。その質問に対する回答は否です。あなたの行動を鑑みてください。へっ、僕の行動のどこに法律違反があるんだ？うん、超能力で殺人を行ったことを法的に立証できるのかい？あん、言っとくけどさ、僕が能力を使った相手はみんなこう言ってるんだよ。殺してください。突っ込んでください。SCP-JP は女性のものと思われる声真似をした。とかね、あはは、合意なんだよ、全部。なるほど。ところで、あなたはどうやってその能力を手に入れたのですか？うん、さあ、ある朝起きたら突然超能力が手に入ったんだよ。アメコミみたいじゃないか。きっとこれは神様かなんかがさ、お前はこれを使って好きなことをしていい、ってくれたんだよ。ラノベとか漫画でもあるじゃん。スーパーパワーを手に入れた主人公が暴れまくるって。で、そういうキャラはどんだけ暴れても許されるでしょ？だから僕も許されるわけよ。こんなパワーをもらったんだから、有効活用しなきゃ。だから僕も特殊部隊に入れてよ。ほら。そうですか。検討させていただきます。録音終了。終了報告書。SCP-JP は典型的な古代妄想を抱えており、またその性質上危険この上ありません。あれの頭がかなり悪いことを鑑みてもなお、研究対象として不適切でしょう。終了処分を要請します。博士。SCP-JP を保護することに対する無意味性から、現在終了が計画されています。以上は SCP-JP として分類されていた、
SCP-19-JP が現在の形に変化する前の存在に関するレポートです。SCP-19-JP はボノボ、パン、パニスカス、の個体です。SCP-JP は終了処分の際、頸部を半ば切断されました。SCP-JP は現実改変能力を使用し、近くに存在した実験動物の檻に入っていたボノボと自分の首を入れ替えることで生存を図りました。その結果 SCP-JP は即座に死亡し、現実改変能力を持ったボノボの首から上と SCP-JP の首から下を持った SCP-19-JP が誕生しました。SCP-19-JP が最初にやったことは現実改変能力によって、自分の首から下を自分のものに変化させることでした。それ以降現実改変能力の行使が見られていないことから、現実改変能力の源は SCP-JP の首から下だったのだろうと考えられています。